はい、えー、それではお時間になりましたので始めたいと思います皆さんこんにちは、えー、2021年度宅地建物取引試験合格基準点予想会というタイトルで1時間ほどお話をさせていただきます、えー、担当はレックスエニーコーショともつぐですどうぞよろしくお願いします さあ、えー、ということで、ですね、えー、試験から1週間が経ちましたが、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうかという、ねえー、感じなんですけれども、まずですね、えーとまあ、こちら、今、えー、お手元にレジュメですね、えー、ございますでしょうかね、はいえー、2021年度卓建医試,試験、えー、合格基準点予想会、本試験一言解説中というふうにあります。えー、こちらなんですけれども、まずあのページを開いていただきますと、まあ、好評的なお話がありまして、 でその後にまあえっ、ー、とー先週ね、えー、皆さんが、えー、やっていただいた問題50問、えー、それからよいしょまあその後に、えー、回答の一覧がありましてそしてその次のページからですね一言解説中という形でまああのー、一問一問について一言ではありますけれども、えー、解説がついておりますで、えー、その後ろですね、えー、50問全部、えー、終わりましたらば、まあ、その後には えー、無料成績診断の途中経過ですね、えー、こちらのところのデータがですね、えー、こちらの方に、えー、ありますので、まあ、ちょっとご確認の上えー、こちらを使いながらお話をしていきたいというふうに思います。ははい、えー、それではですね <laughs> この最後のところのですねこうデータのところですね、まずはこちらの方から見てください。50、え、も、ー、の一言解説集が全部終わったところにあるやつですね。えー、残念ながらもうページ数は貼ってないあのー、振られてないんですけれども、はい、えー、こちらの10月試験の無料成績診断の、えー、総合の指標のところですね。はいさあ、えー、こちらなんですけれども現在の えー、まあ、無料成績診断、えー、で皆さんにね。あのー、こうお手数いただいたものを集計してみますと、今のところの平均点がですね。35.7点というふうになっておりますえー、今のところの皆さんのお平均点が35.7点と。 えーいう風になっていますでですねまあまあ途中経過といえば途中経過ですので、えー、まあこれからねあのもう少しそデータが増えれば、まあ、若干の前後はあるんですけれども、まあ、そんなに大きく前後することはもうないというふうに思います、まあ、若干ブレるかなっていうところはあると思いますけども、まあ、それでもあの大きくなんか2点3点変わりましたとかそんなことはまあ多分ありえないというふうに思いますのでまあ変わったとしても 0. 点何点かぐらいだろうと。 いうふうに思いまして、ですので、えっ、ー、とまあ一応三十五点七点が今のところの平均点でございます。はい。えー、だから何なんですかって言いますと、あのだいたいですね、毎年合格の基準点がですね、このレックのこの平均点と、まあだいたい同じかプラスマイナス一点かぐらいにやっぱり集中しているところはあります。えー、ですので、まあ三十五というふうに見てみると。 まあえー、大きく1点ちょっとずれたとして36、えー、そのままだと35で、まあ、マイナスに1点ずれると34の可能性もあるかなというところで、まあ、毎年推移をしております。で あのちょうど先週の今頃ですか、えーね、回答速報会の最終段階のところで、ですねはいちょっとこれ、今度はこっち、回答のところですね、回答の一覧表なんですけれども、その時に、えー、合格推定点として、ですね、えー、当日発表いたしました、この35プラスマイナス1点というですね、まあ、これは、あの 何を基準にまあこの推定点出してるのかって言いますと、まあ、あの当日皆様からですねあの寄せられたそのマークシートとかを記入してくださいというですねあのマークシートの記入のものや、まあ、あとはあのその我々のえ、ね、こう解いた感覚とかですねそういったものを勘案して、えー、まあ大体この合格推定点というものを出しております。でこの時から はいまあ、このときはですので、まあ、その少ないデータとわれわれのある意味肌感覚というところになってきて、でその後ですね先ほども言いました通り、まり、あ、ちょっとデータが揃ってきて、ある程度揃ってきての結果が、まあ、ほとんど変わってないと、はいまあ、毎年あんまり変わらないんですけど、えー、ほとんど変わってないということで、まあ、変わらず35プラマイ1かなというふうな感じであります。 はい、まああのー、結構ね。まあ、昨年の試験が38点のまあ決着だったので、まあ、それよりは明らかに難易度は上がっております。えー、難しくなっております。ですので。 まあそれよりも低くなることはまあ確実じゃないかなというふうには思いますけれどもねはい、まあ、思いますけれどもねまあ、あの正確なところはね本当にあの合格発表日までしかわからないので、えー、まあ我々ができることはねここのタイトルのところにもありますけども合格基準点予想会というふうにありますのであくまでまあ予想しかできないんですけれどもまあほぼほぼこんな感じなんじゃないのかなっていうのが正直なお話でございます。で ちょっとこの、えー、せっかくですから後ろのデータなんかも見ていきますとよいしょ、ねえー、後ろの,もうあのページ数がナンバリングされていないところですね、はいまあ、成績の診断から見てですねこうやっぱり一番ですね、えー、得点としてこう山が大きいところですねたくさんの人が取っているものが、まあ、36点が多いんですね。ね えー、36点が多いということになります。で、えーまあ、次に多いのが37でその次に多いのが、まあ、35かなっていうそういう感じですね。で、えーまあ、その後34というところなんで、まあ、やっぱりボリュームゾーンとしてこの34353637と。 まあここら辺がですね、えー、結構まあボリュームゾーンとしては多いんじゃないかなというふうには思いますけれども、はい、ですのでまあそれで平均点を出してみると35.7点と、えー、いうことになってまいります。で実際この分野別にどうだったのかっていうところがですね、えー、次のページにございます。まあ、こののの分野別にどううだったのかったかていうのは、まあねあのー その年の難易度を見る上では結構ね、えー、いいんじゃないかなというふうふに思いますけれどもまあ権利関係、ですね、えー、全部で14問ありましたけれども権利関係の平均点が、まあ、8.2点なので、まあ、ここの平均値ぐらいが取れていれば、えーねまあ、権利関係の勉強としては、まあ、いい感じに進んでいたんじゃないのかなという感じですね。はい、で 宅建業法え今年は、卓剣業法でどれだけ点数取れたのかというのはやっぱり勝負になってきましたのでやっぱり結構高めに出ています、平均点も16.5点ですね。はい、ということになっていきましてで、えー、税その他のところですね、はい、税その他、まあえー、法令上の制限が。 問、それから税が3問それから免除科目が5問の、えー、合計まあ16問のうちのこれがですねちょっと特筆すべきといえば特筆すべきなんですけども結構高めなんですね。えー、11点なんですよ。 はい結構今年法令上の制限は結構難しい問題もあったんですけれどもねあの難しい問題とうん、まあとでちょっとね、まあ、見ていきたいなと思うんですけれどもあの難しい問題と優しい問題のちょっと差が激しかったかなっていうのが正直な話ですね。あの法令上の制限に関して言うならば中間の難易度ってそんなないんですよ。 えー、大体あのめちゃくちゃ難しいかめちゃくちゃ簡単だったかどっちかっていう感じなんでまあいわゆる標準問題がなかったっていうところですねなので基本問題を落とすと結構きつかったんじゃないかなっていう気はします。はい、で、えー、まあ税免除もまあ同じような感覚といえば同じような感覚でうんまあこれは取れないでしょうっていうなんか難しい問題といやこれは結構取っとかないときついでしょうっていう問題に本当に大きく分かれた。でですので <laughs> まあ、世間ではねよくその「行法がねあのこの優しい問題でどれだけ落とさなかったのかが勝負」みたいな感じでまあ言われてますけれどもまあ実際法令上の制限も同じようなことが言えます実際には。ああ難しい問題と優しい問題の差が激しかった以上その優しい問題を落としてしまうとかなり点数を落としてしまいかねない。 でまあ難しい問題にびっくりしてしまってね線に、えー、喪失してしまうとやっぱりそこで崩れ去ってしまうって可能性があるので。 まあいかにそこのメンタル保てたかなっていうところは結構あの勝負ポイントになるんじゃないかなというふうには思います。ですので、まあ、あのやっぱりね、えー、この1週間いろんなところで言われてきたと思います行法でやっぱりねある程度決まっちゃうんだよみたいなところっていうのはただ実際問題行、えー、法だけではなくて法令でもかなりそういう意味で決まってきたところがあるということが、まあ、このデータから言えるんじゃないかなというふうには思います。はい で次のページというか、まあ、最終ページになりますけれども、まあ、このお問いごとのです、ね、正解率というものが出ております。で、えー、問いごとの正解率が出てるんですけれども、あの一番高校で着目してほしいのがどこかといいますと、一番着目してほしいのは、ここなんですね。 えー、やっぱり正解率なんですよ問いごとの,の正解率であの先ほども申し上げました通り高齢に載ってるデータはちょっとまだ最終確定版ではないので、えー、ここからちょっと動く可能性は十分あります。えー、まだねあの全部の集計が終わってるわけではないので、えー、実際問題ちょっとねまだ揺らぐ可能性というのはありますが、えーまあ、あのちょっとごめんなさい最終確定版であることをちょっと前提にしゃべりますね。 えこれが最終確定版だという前提条件に立って話させてもらいますとあのここ数年のデータを分析しますとですね、まあ、ここ数年だけで、ね、もう10年、20年スパンで分析してもそうなんですけれどもあのここの正解率が50%以上の問題を1問も落とさなかったとしたらどうなるのかという話なんです。50以上の問問題を1問も落とさなかったら 今ままで100合格者になります、はいえー、これで合格が、えーね、取れなかったという年はあの、えー、ここ、ね、10年、20年のスパンではないです。えー、ということになりますのでここで正解率が50以上の問題正解率50%以上の問題をどれだけ落としていないのかここが勝負になります。 で考えてみてみください皆さん正解率50%以上の問題まあもちろんねあのレックのデータだけで見てますのでまあ、えー、母数がそんなにね、えーまあ、何十万人といるわけではないですけれどもただまあ半分の人ということですのでまあ単純計算するとまあ20万人受けてる中の10万人というまあそういうことにはなりますよねまあ,あのちょっと母数が違うので単純にそれを言うのはどうかと思いますけれどもただその半分の人ができる問題って そんなに難問だと思いますかっていう話なんですよそうつまり基本問題ですねでね50%以上イコール基本問題ですでこの傾向は今後も続いていくはずです この傾向は今後も続いていくはずですので皆さんが。 まあ、例えば今いい、まあ、いろんな状況の人がいると思いますもう40点以上取ってねマー、まあまあ、クミスさえしなければ、まあ、多分大丈夫だろうと思ってね、えー、ちょっと「宅見最後の思い出にちょっと参加してみました」みたいな人もいると思いますしまあね本当に今、えー、ボーダー付近で本当にあのに35プラマ1じゃなくて34なのか35なのか36なのかはっきり言ってくれよみたいな、あのー、そういう状況でね今ここにいるという方もいらっしゃるでしょうしまあちょっと本当に点数足りなかったな みたいな感じで、えー、ここに、まあ、いる方もいらっしゃると思いますので、まあ、状況それぞれだと思いますけれども、ねまあ、あのもしも、ね、今後これからまた勉強するという、ね、ことであるならば絶対に忘れてほしくないのは基本から足を離さないってことなんですよ。ここれはもう、ね、本当にデータから出てることなので ただ、やっぱりまあ試験の直前、まあ、特にね皆さんあの試験直前期なんかは多分過ごしたと思いますので、えー、直前期の精神状態って分かっててかいると思います。何かというと本当にこんなんで足りるのとか、えー、これで合格にたどり着くのかなとかそういうようなことをやっぱりちょっと不安で考えてしまうっていうのは直前期ってあるんですよね。ででもデータが実証してるんですよ。 データが基本問題さえ落とさなければ、ね、必ず合格できますよっていうふうにデータが言っています。 はいですので、えー、ちょっと本当に基本から足を離さないという勉強はあのこれからもしねあ、まあ、もしかしたらこれ後日ね、えー、これをご覧になっているい方もいらっしゃると思いますのでもう、ね、画面とかでね画、えー、面とかで見ている方にも、えー、ちょっとここは強調しておきたいんですけれども本当に基本から足を離さない基本でちゃんと受かりますでねやっぱりあの卓球試験で合格率15%前後っていうところがあるじゃないですか。 で15%前後、まあ、上位15%に入らないと受からないってなってくると、まあやっぱりその基礎だけで本当に受かるのって思ってる人って結構いると思うんですね。で、ちょっとそこをね、やっぱり見てほしいんですよ。何かって言いますと、まあ、ちょっとあの一応皆さん、問題を見たという前提でちょっと喋らせてもらいますね。問題を見たという前提で喋らせてもらいますと、今回、例えばその、 じゃあまあ一番分かりやすいのは法令上の制限でございますので法令上の制限でちょっと見てみましょうかでで法令上の制限で見てみますと確かにその問いの15番とかえ問いのね16番とかまあ問いの17番、18番、まあ結構ねえ難易度が高めでした、特に16、17、18あたりはですね えまあ結構大変だったんじゃないかなというふうに思いますで。この結構大変だったんじゃないかなっていう問題、問いの16、17、18、見てください、ちょっと拡大しましょうかね、はい、問いの16、17、18、どうですか、取らなきゃいけない問題だと思いますかって話なんですよ。 そう先ほども言いました通りねえ、ね、正解率50%以上の問題1問も落とさなければ必ず合格者って言ってるわけですよ。でするならばこの問題別に3問連続で落としたところでそんなにダメージがあるかって言ったらないですよね。っていう話になるんですよ。あの実際に50%以上の問題を全部取れればって言ってますけれどもあの50%台の問題を23問落としてもまだ合格ってう点にはいきますよ、えー、実際、まあ。そういう世界観です。はい でそれと比べると、ですねいきなり皆さん、これ、覚えてますかね、先週のお話でございますが、問いの19、20、21、はい、問いの19、20、21、ここから3問がめちゃくちゃ、えー、ね、イージーだったんですよ。はい この青でで塗ったくてるところですねこれがかなりまあ典型的といいますか何と言いますかもう本当に、えー、あ過去問で出てきましたねっていうですね、えー、そういうものなんですよ。でこれはもう本当に19、20、21はもう過去問で見たもののオンパレードなわけですよね。でそうするとですよ普通に考えてみて過去問やってれば絶対解ける問題っていうふうになってくると。 理論上100じゃないとおかしくないですかっていう話になってくるんですよね。いやちゃんと勉強してればね。ということなんです。ただ、100になってないわけですよ。100になってないわけですよ。いや、あのーまあ、100分ずって21番の農地法は93%だからいいとしても、19、20に至っては1割ぐらいの人は間違えているんです。よろしいですか、ね、でよくよく考えてみてください。あのー わざわざいいですかこういう資格試験予備校にマークシートを塗って情報提供してくださる方ですよ。ということは、まあ、それなりに意欲もやる気もあるということが前提じゃないですかっていうそれでも100取れてないっていうことになってくるわけなんです。ということは何が起こってるか分かりますね。 全員だと思います。あのも,うもちろん全員だと思いますどっかで基本取りこぼしはあると思いますでその取りこぼしをいかに最小限に抑えるのかここがやっぱり問題になってくるんですよね。でそういうところをしっかりと見ていければ、まあえー、合格につながるんじゃないかというふうに思うわけですよ。 はいまあ、やっぱりだからこういう落としてはいけない問題のところで落とさないっていうのはやっぱり大事です。で今回これ見てもらえば分かる通り、あり問いの26番から先のところが卓研業法なんですよね、えー。問いの26番から先のところが卓研業法なんですよね。ほぼほぼですよほぼほぼですよみんな取ってます。そうほぼほぼですよここのところの正解率は高いですよ。はい、ということになっていきますんでまあ えー、ちょっと厳しめの問題だったとしても、えー、と問いの38番でもそれでも50.0%なわけですよね、はい。ということになっていきますので、まあ、やっぱり今回卓建業法で言うならば、えーねまあ、ほぼほぼ全ての問題が、えーね、50%オーバーということになるわけですよ。 やっぱり落ととしてはいいいけないというところでもやっぱりじゃあ実際宅建業法満点でしたっていう人がどれだけいるのかって言ったらそんなにやっぱりいないわけですよねどっかでミスをしているでそのミスを試験日までにどれだけ減らせるのかそして本当に難しい問題が出てきた時の対処法としては、まあ、無視するスルースキルをちゃんと身につけているかどうか、えー、っていうところになってくるわけなんですよ。では 皆さん、ねえー、せっかくですからね、まあ、今日う、ね、に、えー、合格基準点予想会という形で、ねえー、お越しくださっておりまして、ねあの、まさか35プラスマイナス1だけを聞きに来たってわけではないでしょう。いろいろと、ねえー、聞きたいところもあると思います。特に、ね、あのこれからまた勉強し始めたいという方にとっては、まあ、多分ねあのスタートダッシュを切りたいというところもあると思いますので、ね、まあ、そういうところも含めた上でえで、ー、見ていきたいんですけれども、では、 そもそもじゃあ基本問題をちゃんと取りましょうねと、えー、いうふうに言いますが基本って何でしょうかっていうお話です。はい、えー、基本って何でしょうかちょっとそこをですね今回見ていきたいわけですよ。で、せっかくね今回問題もありますから、はいえー、せっかく今回問題もありますから、まあ、具体的にちょっと問題も、ねえー、見ながら。 はい、えー、ちょっと基本とは何かについてちょっと喋ってみたいと思います。で、えー、まあいちいち喋る必要のないものとしては、えー、まあ基礎的な知識ですよね。まあ知識が入っているかどうかというところは、まあそれは当然といえば当然ですよね。えー、知識で丸とバツっいうものをつけていきますよというところになっていきますが。 まあこれはまあ一応見ます、えー、一応ちょっと見てみますと例えば問いの34番見てみてください。はい、一応それがどういう問題なのかというところでね、はいえー、問いの34番の選択肢の4番、えー、見てください。 はい、えー、問いの34番の選択肢の4番です。まあ、これが、まあ、単純知識問題としては、まあ、これが、えー、多分一番典型例かなと思いましたので見てみますと有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価格は。 国際証券の場合は、その額面の金額の100分の90、地方債の場合は、その額面金額の100分の80であるというふうにやりますが、まあとりあえずこれは、えー、ね罰と、えー、いうことになるでしょう。でなんでですかって言ったらば、ば、はい、国債の場合は、これ、額面金額通りですよね、はい。100分の90じゃないですよね。額額面金額通りですです地方債の場合はっって言ったらこれ 学年金額の100分の80ではなくてそう地方債の場合は100分の90ですということになっていきますよね。はいまあ、これは、まあ、どこの参考書にも書いてあるもう典型的な知識で知っていればできるし知らなければいくら考えても答えにはたどり着かないじゃないですか。 ですよね、えー、どうやってね考えても多分、えー、ねまあ、知識として持ってなかったらこれは多分無理でしょうということになりますのではいこれがまあいわゆる知識の問題ですよねで皆さんがまあやっぱり結構ね多くの方が誤解するのは基本問題ってこれだけだと思ってる人って多いんですよはい、えー、まあ、もちろんこれも基本問題ですよ取らなきゃいけない問題になりますよねはいでも そう我々が言う基本ってそれだけではないってことなんです。そこをまあちょっとね今日、えー、ねいくつか問題見ながら、えー、見ていければなというふうに思います。じゃあどういうことなんですか。基礎って知識だけじゃないんですか。はい。えー、知識だけじゃないんですね。あとどういうものがありますか。意外とこれです。 注意力ですつまり覚えた知識がそうあのそのままねあの使おうと思ったらちょっとトリッキーな引っかけがありましたっていうバージョンですね。で具体的に何を言ってるんですかっていうと多分もうこれもね具体的な問題見た方がいいと思いますのでまあちょっとこれは2問ほど見ていきましょうか。いはい これが注意力の問題ですよ。はい、もう多分試験会場でやられちゃったって人多いかもしれませんけどもね。はい、皆さん見てください。行きます。問いの17番の3です。防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が防火構造であるものについては、その外壁を臨ン境界線に接して設けることができるというふうにあります。けれどもはい、えー、こちら問いの17番の選択肢の3番。これ答えはバツですよね。 罰ですよね、罰ですよね、罰ですよね。はいさあ、えー、こちらなんですけれども、罰なんですけども、なんで罰なんでしょうってことなんですよね。そう、まさかの漢字一文字なんですよ。はい、まさかの漢字一文字なんですよ。何って言ったらば、そう、ここですよね、外壁が防火構造でしたっけ違いますよねそう対構造ですよね。 どうですかこれが注意力というもんなんですよ。でこれはもうあのここがもし対価構造だったらさっきの知識の問題と一緒ですよね、OK、さっきの知識の問題で知ってれば解ける知らなければ解けないっていうね知識の問題なんだけどもそれをこの注意力という視点がない人って引っかかっちゃうんですよ。ではこれどののぐらいい人が引っっかかったと思います後ろのデータ見てみましょうよ。 問いの十七番の三が正解だと、まるだと思ってしまった人が。どのぐらいいるのか、こちらご覧ください。問いの十七番、そう、正解選択肢を選んでいる人よりも。こっち選んじゃった人。結構多くないですか。わかります。ってことはもう、これだけの人が。この問題に引っかかってしまっている、ということになるわけですよね。 はい、少なくとも正解子の21.8%を選んでる人よりも多いわけですよ。ってことはこれだけで1点の差がつくってことですよね。わかりますつまり注意力をちゃんと持ち続けてなければいけないよっていうそういうお話なんですが。 まあやっぱりね、あの試験会場で見ると、文ってさっと流してしまうところがあるので、意外とこういうところはやられてしまう方が多いですね。であとは、まあ、例えばもう一問ぐらい見ますと、問いの39番の4、見ましょうか。はい 問いの39の4見ましょう。さあ、えー、こちらなんですけれども、まあ、これはね、あまり引っかかった人はそんなにいなかったんですけれども、はい。こちらはって言ったらば、えー、告知書面には A および B の称号または名称及び住所並びに免許書番号を記載しなければならないというふうにあります。はい。まあ、こちらはね、あの、クーリングオフのね、えー、書面のお話ですけれども、これって、 そうどこが違うかわかりますかって話なんですよね。はいまあ、これ、自ら売り出し制限の問題でございまして、はい、まあね、えー、宅建業者 A が、はいねえー、そのクーリングオフの書面を渡しましょうというふうになってるわけですよね、説明の書面をですよ。はい、そうすると、いる、これ。っていうふうになってくるわけですよね。そう B、いる それは A は必要かもしれないですけどね媒介業者いるっていう話になってくるわけですよ。そう、これもさらっと見てみると、ああ、書面にはやっぱりね、商号名称、住所、免許証番号ああ、やっぱり業者の情報って必要なんじゃないかなっていうふうにね、さらっと読んでるとやられてしまうんですよ。わかりますね、A、および B、まあ、ここに関してはね、あのもし皆さんが例えば、 宅検試験の問題として「何々および何々」って出てきたら本当におよびかどうかをチェック入れるっていうこの習慣がついていればまああまり引っかかんなかったかなっていうあの結構 A および B の,あの余計なものでおよび B を付け加えたから間違えっていうですねそういう選択肢ってまあ過去問見てみると結構あったはずですからそこの注意力は今回こっちに関してはさっきの,あのさっきのね防火構造はなかなかねあの回避することは難しいかもしれないですけど。 こっちは回避しやすすいんですよこれが過去本の中でねえ達、ー、見試験がよくやってくるパターンだっていうことを知ってるかどうかなんですよね。これが過去本を回した人間のやっぱり強みですどういうところに引っ掛けがくるのかあれなんかいつもおよびってあったらなんか余計なもの付け加えてダミー選択肢作ってる傾向あったなっていうね。そこに気づくことができれば結構ここは回避できたはずです。 で、まあ、実際やっぱりここはちゃんと回避できている方、多かったんですよね、こっちの注意力に関しては、うん、結構回避率は高かった、えー、ちょっと見てみましょうか、問いの39の、はい、えー、問いの39の4の回避率はどのぐらいあるのかって言いますと、しょまあ、これはね、はい選んだのは6.1%ということで。 まあ,あまり多くの方が選んだものではないかなという感じです。ですので、まあ、ここの注意力のところに関しては、こっちは回避できている人が多かったです。はい、まあ、こういう注意力みたいなものって絶対に必要になってきます。ですので、あのここはちゃんとあの力としてつけられるようにしておくということですね。であとは 特に最近顕著ですね読解力あの文そのものをちゃんと読み取れるような、まあ、国語力に近いですかね、えー、そういったものを、まあ、んちゃんとできていないとん昨今の特権試験結構厳しめになってきたなっていうところはあります。つまり何かとというと まあちゃんと自分の頭の中で解釈して考えてっていうところですね、まあこれも具体例見ないと、ちょっと何言ってるのかよくわかんないと思いますので、まあちょっと2問ほど見ていきましょうか、まずは問いの1番ですね。はい問いの1番です、えー、判決文問題ですね、ま,あ、まさに読解力といったらこれっていうね。 えー、もうまさに読解力といったらこれみたいな問題ですね。さあ、まあ、今回ねしかも問いの一番からね、えー、判決文問題というですねもう出足くじくには十分だったでしょうっていうねただ、えー、これもしかしたら知識として持ち合わせてるから、まあえー、読まなくても何とかなったっていう人も結構いると思いますけれどもこれ何かと言いますと。 そうえー、家屋の明け渡しと敷金の返還って同時履行じゃないよねっていうそういうお話ですよねはい同時履行じゃなくてどちらが先ですかって言ったらば建物の明け渡しの方が先ですと <laughs> でそれから敷金の返還の方に行きますよっていうこの順序ですよねでこの知識を持っている、まあ、もしくは、えー、ね、まあ、持ち合わせてなかったとしても、ねえー、今回この判決文を読み取るとそういうことになると。 でそれとちゃんと同じものが1であるということにちゃんと気づけているかということなんですよね。はいえー、何かというと建物の明け渡しが先じゃないですかでそれから敷金の返還じゃないですかということはよいしょ、えー、これ順序がちゃんとあるわけです。建物の明け渡しこれを先にやってください。 それから、敷金の返還へと移っていきます。という順序があるものなので順序があるものなので一番、はい賃借人や賃貸人に対して敷金返還請求権を持って家屋につき留置権を取得する余地はないというふうにありますけれどもおじゃあ、これが答えでいいんじゃないですかっていうふうにいけますよね。はい、えー 要は何かって言ったらばそう敷金返してくんないと私はこの部屋明け渡さないぞって言えますかって言ったら言えないですよね。っていうことをこの選択肢の一番の文から読み取れましたかって話なんですよ。つまりもし今皆さんの中でいや先生これは知ってましたよとねこれはなんかテキストとかに載ってたから知ってましたよ。でもそう 正解できなかったってなったならば、それはどこに問題があるのかってさ、知識じゃないじゃないですか。まあいや今回細菌知識なくてもこの判決文でいけちゃいますからね。ということで何が欠けてるんですかって言ったら読み取りの能力なんです。読解力なんです。で結構こういう問題最近多いです。なので覚えた知識をそのまま出していくっていうよりもちゃんとね、えー、こういう本文を読み取っていく。まあちょっともう一問ぐらい見ますか。 問いの13番の1番番これもそうですね <laughs>、はいえー、問いの13番の選択肢の1をご覧ください。まあ、これも,もう読み取りといえば読み取りです。あの知識自体は、えーねまあ、よくあ出てくるタイプの問題といえばよく出てくるタイプの問題です。 いきますよ、はい、法または規約により集会において決議をすべき場合において区分所有者が一人でも反対する時は集会を開催せずに正面によって決議をすることはできないというふうにありますけれどもまあこれ丸ですよね。何かというとこれ、えー、知識としては本当に基本の知識を聞いています。 知識としては基本の知識を聞いています。大丈夫ですか何かと言いますと、ここです。はい。集会を開催せずに、書面によって決議をする。これって条件がありました。それは何ですかって言ったらば、区分所有者全員の承諾ですよね。OK。まあ、ちょっとここは知識として持っておいてほしかった。これをするための、はいえー、条件はって言ったらば、 区分所有者全員の承諾ですいいですか区分所有者全員の承諾が必要になりますってことは ということは同じこと言ってますよ。同じこと言ってますよ。一人でも反対するときはできない。同じだと思いませんか。ですよね。全員の承諾が必要だということは言い方変えると一人でも反対するとできないっていうことですよね。ほら同じなんですよ。 ただここれを試験会場ででちゃんんとと読み解けたかかどうかってことなんですでそうするとまあ知識一つ一つちゃんと入れていきましょうっていうのはあると思いますけども知識を入れたところでその知識がこの表現で出てきた時にあ同じねっていうふうに言えなければこれ点数に結びつかないんですよ。 でまあ,あのもし皆さんがねあの中学生高校生の頃に国語という科目がお得意であったならば多分要普通にできますけどってなってると思うんですよ。 はい、ただやっぱりこれ学生時代に国語が苦手っていう風になってくるとちちょっっっとときついわーってなっちゃうと思う思んですよねやっぱりそこはこういう力っていうものは、まあ、あの国語が得意だって方はもうね、えー、そもそも身についてるでしょうから、まあ、それはもうここに関しては、ね、脳対策でいけると思うんですけど、はいえー、これをちょっとね、えー、あきついなって思ったらば、まあ、この対策は取っとかないとまずいわけですよ。 だって来年もこういう,ふうに出てくるることは十分考えられるわけですから、ね、いやまあ来年っていうかもしかしたら皆さんの中ではねあの12月の試験を控えていてそれでねいやなんか10月試験でなんかねあの有益な情報ねえかなと思ってここに来たって方もいらっしゃるでしょうそうしたらもうね、えー、もう直近に迫ってきてるわけじゃないですかでも実際こうやって問題でこう出てるわけですよっここの知識っての、ね、必要ですよねってことですよねよろしいですか では、はいえーね、注意力と読解力とあとなんだって話になってくるわけですよね。これだけじゃないんですよ、まだあるんですよはい。思考力ですね、考える力です。で 結構ここが誤解されやすいといえば誤解されやすい思考力とはなんぞやというところですね。はい。で、まあここはね、あの、まあ、私もね、えー、ことあるごとにいろんなところで、えー、この思考力というものについて勘違いをしないようにというところに関してはまあ独特と語るんですけども、えー、まあ、具体的にじゃあここでいう思考力って一体何なのっていうことなんですよね。 はいそれをちょっと見ていきましょうということでまあこれも2問ほど見ていきましょうか、えー、まず問いの11番いきましょうかはいさあ、えー、問いの11番ですねさあ問いの11番まあこちら今回選択肢の1番2番あたりをちょっと見ていきたいと思いますけれども はい、えー、まず問いの11番です A は所有しているート地につき B との間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する予定であるが、えー、期間が満了した時点で確実に借地契約が終了するようにしたいとはい、えー、この場合に関する次の記述のうち借、えー、地借方の規定によれば誤っているものはどれでしょうかということなんですけども1番。 えー、事業のように供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、まずここの期間は60年というところはちゃんとチェック入れとかないと、基地ですね、はい。と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がないということを、書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができるというふうにありますが、まずこれ、丸なんですね。 でなんでですかって言ったらばまあ今回、別に事業用定期借地権云々は関係ないわけじゃないですか。で、覚えておいてほしいのはまあこれ、知識として覚えておいてほしいのはまあ借地借下で公正証書まで要求されるのは事業用定期借地権だけです。はい、で他はもう、あのー、ね、えー、書面であれば大丈夫っていうのが多いじゃないですか公正証書まで要求されるのは事業用定期借地権だけです。 ってことこは事業用定期借地権じゃなければ、はい、書面で合意すれば公正、えー、証書で合意しなくても大丈夫ですよね。事業用定期借地権じゃなければと、OK、いうことになっていきます。で、期間を60年、どうですか、期間を60年といったのは定期借地使えるってわかります。はいえーね、50年よりもね、えーえー 大きいものであれば行けるますよね50年以上であれば定期借地消えますよねそうこの定期借地使っていけばあ定期借地はね、えー、期間50年以上だしまあ、書面であれっていうふうに言ってるわけですからまあとりあえず書面という条件もクリアできてるしねはい、えー 契約の更新がないっていうね、えー、そういうやり方もできるのでそう契約の更新ないよっていうことを定めることができる、ね、それを定めることができれば、ね、確実に期間が満了した時点で借地契約が終了するようにできますよねということになりますのでこれは丸だなというふうに判断できるわけですよよろしいでしょうかね、はい、さあ2番です、えー、居住のように供する建物を所有することを目的とする場合 公正証書によって借地契約を締結するときであっても期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がないまでも借地契約に定めることはできないというふうにありますけども、まあ、これもまるでいいですよね。なんでって言ったらばまずそもそもの考え方として期間が20年です。ってするならば、まあ、そもそものお話そもそものお話普通の借地は無理よ。 だって、普通の借地はね、えーえー、最低でも三十年ですからね。ですよね。最低でも三十年である以上、まあ、期間二十年は普通の借地では無理ですよね。はい、ね、一番の選択肢と同じような定期借地使いたいと言っても、あれ五十年以上ですよね。無理ですよね。ってことは、いいですか?。皆さん。事業用定期借地権使うしかないってわかりますね。これしか方法がないということがわかりますよね。 可能性として一個ですよね、今のところ。ここまで大丈夫ですかよし、じゃあ事業用定期借地権使う問題ないじゃないかって思ったらば、そう、今回それが封じ込められてるんですよ。事業用定期借地権居住用 NG ですからね。もう一度言いますよ。もう一度言いますよ。もう一度言いますよ。どう頑張っても事業用定期借地権しか無理だったよね。いいですか どう頑張ってもそれしかできないよねその1個の可能性が今否定されちゃったんだよね OK だったらばだったらば無理でしょ OK ですか可能性が1個しかないんですよその1個の可能性が潰されちゃったんですよ無理じゃん言ってる意味分かりますさあ どうですか。これですよ。これが思考力というものなんですよね。はい。じゃあ、えー、これってそう何かって言ったらば自分の持っている知識というものを使って、そうこの状況にちゃんと当てはめて考えていけるかどうかなんですよね。わかります、えー。勝手な推測を繰り返すことではないんですよ。 思考力というのはいいですか。そこは誤解しないでいただきたいっていうところなんですよね。そう、えー、今の考え方って全てこうね、えー、一つ一つをこう筋道立てて考えることってできますよね。オッケー。こういう筋道立てた考え方ができるかどうかっていうのが思考力というものなんですよ。よろしいでしょうか。 はい、まあ、えー、そういうところをちゃんと鍛えていただきたい、まあ、あともう一問ぐらい見ますせっかくですからああ問いの22番の選択肢の2番。 まあここは、えー、まあガチな思考力っていうよりかは、えー、基礎知識がちゃんと入っているのかどうかっていうところも、えー、問われてはくるんですけれどもいきますよ。2番 えー、都道府県知事は事後届出をしたものに対しその届け出に係る土地に関する権利の移転もしくは設定後における土地の利用目的または土地,の土地に関する権利の移転もしくは、えー、設定の対価の額について、えー、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができるというふうにありますがさあ、これは丸でしょうか罰でしょうかというそういったお話になっていきますけれども、はいまあ、これ、えー、ことだけで言うと罰なんですけどね。 はい、これ、覚えてますか、事後届出として、押さえておいていただきたいこととして、何がと言いますと、事後届出と言いますのは、まずは額と利用目的を届け出します。 いいくらで何ののためにっていうのを届出します。確かにここでは額は届け出のものに入っております <laughs> でも審査は利用目的だけでしたよね額については審査なされません審査されませんそして その利用目的に問題があれば勧告されますよ。こういう流れですよね。事後届でって。いいですかこういう流れですよね。そう。なので皆さんは学について勧告されることはない。これは知識として持ってますよね。これは知識として持ってますよね。 額について勧告されることはない。うん。まあ勧告はそうだ。じゃあ助言はって話になってくるわけじゃないですか。わかります。まあ勧告はされることなくても助言はもしかしたらされることあるのかなっていうね。そう考えてしまってもまあ仕方がないところはあるかもしれないんですが、それも今回ここをちゃんと理解していれば回避できるんですよ。何かっつったら利用目的を審査します。 つまり額については審査されないんです。審査がされない以上だから審査されないから勧告もされないんですよね審査されないから勧告もされないんですよねで助言だって審査を受けてするべきもんじゃないですか、まあ、勧告するほどじゃないけれどもまあ助言はしとくかみたいなそういう話でしょうからまあとりあえず審査は減るはずですよねさあそれを考えていけば 審査がされない以上勧告もないし助言もないわな。っていうふうに想定できます。だって審査がなされないんだから。わかりました。これって そうさっきも言った通り助言がどうのこうのっていう知識自体は多分持ち合わせてないと思うんですよねはいまあ、もちろんそこまで知っていればいいですけれどもそこまでねの知識をまあ求めてるか求めてないかっていう話になってきますしねただちゃんと考え方を捉えておけば正解はできますよねわかりましたこれが思考力というものの正体になるんですよでそうするとねちょっと見てみてくださいもう一度まとめますよ。 まままままととめすすよよいうかまとまったのを、ね、映し出しますよ <laughs> 皆さんに基本さえやれば大丈夫ですからねそんなに難しいこといらないですよというふうに言うと多くの方は「はいわかりました」と言ってここの点線よりも上だけで合格できると信じちゃってるんですよ。 わかります。ここで声を大にして言いたいのって、下3つも含めて基礎力だということなんです。いいですか？下3つも含めて基礎力だ。ここをちゃんと理解してほしいんですよね。そう、それが基礎力いいですか？それが基礎力です。いいですか？はい、というところでね。まあしっかりね。あの、何を持って基礎とするのか？っていうのは？ まあこういう機会にちゃんと見ておいていただきたいなというふうに思いましてしかもねあのせっかく問題もあるわけじゃないですか。もちろんねあのこれを全部の問題やりましょうって言ったら1時間は全然足りませんけれどもただまあこの1時間の中だけでも皆さんが ね、どういう勉強を、まあ、もしこれからやるんだったらね、えー、するべきなのか、まあ、もしかしたら直近で12月に迫ってるって方もいますからね、はいえー、12月に迫ってるって方はもう12月の試験に向けてこういうふうに勉強していくしかないんです。で まあもしね、えー、まあちょっと、えー、来年に向けてみたいな感じで今聞いてるというのであるならば、何が足りなかったのかっていうところをちゃんと押さえておいてください。ただ、特に最後の問題なんかは特にそうだと思うんですけども、助言についての知識いりますってことなんです。いらないですよね。解けますよね。基礎知識があれば。で、 皆さんはでもねその助言について学で助言されることはないみたいな感じで書いてある参考書と書いてない参考書だと書いてある参考書をバイブルのように見るんですよね。でそして書いてない参考書にこれは合格レベルにたどり着かないとかわけのわかんないことを言い出すんですよ。わかりますテキストに載ってるのってそりゃこれよ。でここはもうそう。 ね、え必要最小限のところを入れとけば大丈夫なわけですよね。そ,うねそれに対してですよ助言が載っていないとかね <laughs> 待ってって話じゃないですか。もうその時点で勉強のベクトルはずれてると思った方がいいです。ただじゃあえ基本を固めれば受かりままますすすすいいいいいろろんんななな人人がが私だけじゃでよねでもその基本の正体を分かってない人ってあまりにも多いんですよ。 わかりますなのでこれをちゃんと身につけられるかどうかっていうのがやっぱりまあもしかしたらね皆さんの中では、ね、この10月の試験で、ね、合格点を取って、ねあ「大丈夫だよ35プラパターン1だったらな」とかなるぞと思って、ね「よし次の資格のために頑張るか」みたいな感じで、ねえー、最後の思い出に聞きに来てるっていう方もいると思います。でその方は、ね「もしかしたら違う資格試験に行く」って言った時も発想一緒ですって試験である以上。 わかりますそう、えー、いたずらに知識だけを増やしてそれでね、えー、受かるものではないですし、ねまあ、逆にあの何も知らないと受からないですよそれは当然のことだから何も知らないと受からないですけどもでも知識だけの問題ではないっていうところこれから皆さんがねえー、まあねえ卓研なのかまあ他の勉強なのかは分かりませんけれども何かしらの勉強をするときにそうねみんながみんな基礎が大事基礎が大事っていうふうに言います。 はい、でもその正体というものをちゃんと身につけておいてください、ちゃんと認識しておいてください、特にまあそれが宅見であるならばなおさらです。はい、という感じで、ねまあ、見ていただければというふうに思いますね、まあえー、もしね、えーとまあ、一応今後のことをしゃべっておきますと、まあ、もし皆さんが、ねえー、合格点取れてると。 ね、いうのであれば、ね、えー、もう、マあ、ークミスがない限りは多分大丈夫だろう。というふうに思ったら、まあ、次の資格とか、そういったところに、まあ、いくでしょうし。まあ、あとはね、あの、そうそう、あの、皆さん、気づいてますか。えー、宅建業法の、基本知識です。覚えてますでしょうか。いいですか。ね、ね試験に合格して宅建士を名乗ってはいけません。いいですね。試験に合格して宅建士を名乗ってはいけません。 はい、その次には登録というものがあります、そしてその次には、ね、託研証の交付というものがあります、そこまで行って初めて宅研士、ね、これは宅研業法でやりましたよね、はい、さあ、試験に合格しました、登録するためには何が必要でしたっけ、そうです、2年間の実務経験でしたよね、はい、もしないんだったらどうでしたっけ、そうです、ね、国土交通大臣さんがです、ねえー、指定するです、ね、実務講習、これを受けるということになるわけですね。 はい、えー、ですので、あの、まあのま2年間の実務経験があればいいですけれども、まあ、ない方は、えー、こちらでね、えー、ちゃんとそういうね、あの実務講習みたいなのを受けてで、その先のステップに進んでいっていただければというふうに思いますということでね、まああのもし合格ね、もうある程度できるぞという方はね、あのこの登録実務講習なんかも考えてみるといいと思います。でねね、えー、12月試験の方、えーねえーもう 試験目前迫ってるって方はもうはっきり言えばこの10月の試験って本当に一番の資料ですそういう意味ではいいですかこれはもはや過去問でも模試でもないです資料ですいいですね、えー、ですので、えー、これをどうやってね読み解いて12月の試験で皆さんがちゃんと点数を取れるようになるのかっていうところをですねやっぱりまあ考えていくっていうことになりますまあねあの受験の方はねえっ、ー、と なんだっけこ,この中にはなないのかな、えー、この中には皆さんのお手元になんか配ってるもろもろの書類の中にはないと思いますけど、まあ、12月用のパックとかもありますので、ねえーまあ、そちらの方もも、ね、12月券の方は利用していただいてという感じで,で、えー、もし、ね、いやもうちょっときついなみたいな感じの方は、まあえー、少し休むのもいいと思いますので、まあ、そうしたらまた再始動していくっていった時にじゃあ今年1年で何が足りなかったのかどうすればいいのか。 っていうところをちゃんと見据えてねで特にもう本当に後半で、えー、やっているところですね、えー、お話ししたところをまあ中心に見ていただければなというふうに思います。はい まあえー、どんな状況であるとしても、まあ、ちょっとね、今後の、ね、この1時間を、ねえー、学習に生かしていただければいいかなというふうに思います。で、えー、一応ねあの、冒頭でね、サクッと、えー、話を終わらせましたけれども、えー、合格的順点予想は、えー、変わらず35、プラスマイナス1点と、ただ、まあ、先ほども言いました通り、これはあくまで、ねえー、予想ですので、えーね、実際どうなるかっていうのは、それは12月の、えー、1日かな、えー、合格発表日まで正式格なところは分かりません。 はい、えー、ですけれどもまあ一応あのレックとしては三十五プラスマイナス一という形で、えー、まあ変わらずということで、えー、ねまあこれをね終了させていただきたいというふうに思いますそれではですね一時間というまあ短い時間ではありましたけれども、えー、ねまあまたねなんかのこれもお役に立てれば幸いでございます最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれでは皆さんお疲れ様でした。